ハマグリ岳は日本南部の九州、佐賀県北部にあるセフリ山系に属する標高862.8メートルの山である。福岡県との県境近くの神崎郡、吉野ヶ里町北部にある。山頂には直径3から4メートルほどのハマグリ岩と呼ばれる巨石があり、これが東西に割れてハマグリが殻を開いた様子に見えることから名付けられたと言われている。 山腹には、江戸時代初期に佐賀藩鍋島市の家臣、成富修康が築造した浜栗水道が現存し、築後川水系の多田川へと豊かな水を佐賀方面に流し続けている。浜栗水道は、浜栗岳山頂北側の山腹から、築前方面に流れていた水を、肥前川へ通す人口の分水海水路であり、1626年に築造された。 浜栗岳の北東側中腹に人口の遺跡と 1.5km ほどの導水路を築造し南方の盾側に落ちる谷筋まで導水する仕組みである。野越しという一種のオーバーフロー設備が特徴であり、田きに水路が一水して崩壊しないよう工夫されたものである。2010年には土木学会戦勝土木遺産に認定された。国道385号線坂本峠から 浜栗り竹山頂に向かう九州自然歩道の途中にある。吉野狩町教育委員会によると、浜栗り水道には以下のような伝承がある。水路とため池築造の影響で、畜前黒田藩川の大野川に落ちる谷筋に向かう、水量が激減し、麓の畜前側の大野集落が水不足に陥った。大野集落の民によって水道の破壊が図られたが、 実行には警備の目を欺くため、おまんという小持ちの女性が選ばれた。だが、あまりの警備の厳しさから果たすことができなかった。その際には、おまんは泣き声で見つかることを恐れ連れていた血の御子を滝つぼに捨て、自らも池に身を投じた。こう捨てた滝を、地合都市の滝、おまんが身を投じた池を、おまんが池と呼び、今も水道の源の付近にその名を残している。 その後、浜栗水道の水路さらいには、オマンの霊が必ず雨を降らせたり曇らせたりし、作業を妨げるという言い伝えがある。また、肥前川の小川内村での伝承によると、江戸時代の当時水不足に陥ったのは、麓の王の集落ではなく、王の川下流の中川流域の平野部付近であり、オマンという女性はその下流集落から、水路の変更を図りに来ていたという。 なお史実として、重ゲは、その後、水路の途中数箇所に、野越しという一種のオーバーフロー設備を作り、筑前側にも少々の水が流れるように改良した。これは、水路の損壊防止が主眼であり、この野越しからは、大幅増水時でなければ、大の川方面にはほとんど、流下しない。浜まり水道は、藩や市町村により、平成時代まで維持、改良され続けており、 水路全体も昭和27年にはコンクリート作りに改修され、のごしも含めて現代も機能している。この門戸ド時のコンクリート改修前は、つぼりの水路で現在の水路から最大数メートル程度横にずれていたと見られる。平成元年にため池島整備事業の一環として当時の東セフリ村が水路整備工事を実施、この際に延長151メートルの マス型コンクリート取水道水路を、浜マグ水道上流端に設置した。この取水道水路上流端は、浜マグ竹山頂北側から流れてくる小川に接続、取水用の遺跡を形成している。この部分の石は高さ数十センチメートル程度しかない。このように、平成元年から現在までは遺跡により、大野川の一部から収水する構造に転換しているため、 滑水器を除き大野川にも常時ある程度の量が流れるようになっている。この遺跡より上流の収水面積は1キロ平米程度である。この平成改修の以前の構造は不詳であるが、各種の古事電機でため池と書かれていることから、大野川本流流河点をせき止めて大きなため池になっていたとも考えられる。また、昭和や平成の福岡県側滑水時には、 何らかの死因により水路側からも、大野川側に水が流されることがあったという。なお、大野川下流の麓一帯では5が、山ダムが建設2018年度に竣工し、現在は中川本流と支流大野川が直接このダムに流入している。水道築造やその古事の数十年後、セフリ山頂付近で国会の争いがあり、元禄6年に、 幕府の最低が降りている。なお、この総論で浜栗竹付近の国会についても議論に、訴状したが、最低上は何ら影響がなかった。なお、天正11年に、領地争いがあり、現在の国会として決着したとの記録はあるが、当時は、室町時代の守護領国政が崩壊した、戦国時代の最中であり、福岡藩、佐賀藩の成立はそれより、 あとの1600年、1607年である。ありがとうございます。